おはようございます。我がんせの影山やんです。今日もよろしくお願いします。ということで、ヒマラヤラジオやっていきたいと思います。えー、っと、これはまあお知らせというか、あれなんですけども、えー、近日ね、えー、近々、えー、対談予定ですということで、えー、対談を、えー、予定しております。えー、対談相手はですね、えー 空手を僕はこう今道場ね五十流の空手の稽古にこう通ってますけどそこのねこう師範代の方えー、仲良くさせてもらってるんですけどねいろいろこう教えてもらったりこうしてるんですけどもえー、その方にちょっと対談してもらおうとこう、えー、申し込んだらですね、えー 一応心よくく引き受けててださっっったとととといううことでちょっと対談しようと思ってますそれとですね、えー、道場の今通ってる昇進会館というね道場に通ってますけどそこのね、えー、先生ですね先生にもちょっと僕ラジオやってるんですけども一、えー、回こう対談対談というかまあインタビューみたいな形になりますけども、あのー、出てもらえませんかってこうお伝えしたらですねんまああのー 別に鎌変造みたいな感じやったんでまだちょっと日取り決まってないですけどもまた先生との,こうあの対談ですねもうこう対談というかまあ 僕は一方的にいろいろ質問して聞く、まあ、インタビュー形式ですね、になるとは思うんですけども、ちょっとね、いろいろとお話を聞いて、そのいろいろを自分の中で残しておきたいというかね、えー、そこからこうあなるその自分の中にこう落とし込みたいこととか、そういうものをね、えー、聞いてみたいなというふうにちょっと思ってるんですね。で、近々一番早いのは多分その、師範代のこう先輩ですね。 先輩にこうインタビューを先できるかなというふうに思うんですけども、うん、えー、っと、一応ね、そのゴージュールの3段ですね、3段の方なんですけども、3段はとっくにも取っててですね、えー、だいぶもう立つと思うんですよ。詳しいそういうところへんっていうのはあまりこう、 えー、お話をしっかりこうしてないんですけども、えーまあ、飲みに行ったりとかそういうのはねこうよくよくというか、まあ、たまにねこう、えー、どういうんですか、ね、何回か年に何回かこう飲むことをこうするんですね。でこの先輩とお話しててるとすごくこう面白くてですねうんその深くこうね、えー いろんなことをこう考えておられる方でその僕はなるほどとこう思うことが多かったりで、ね、こうなんかこういう感情的なことでねこういう状態になってこうなるんですけどこれはどういうことですかねとかどうしたらいいですかねっていうようなこう話をしてるとですね、えー、結構こうこっちがね納得するような。 えー、話し内容、えー、答えをこう出してくれるとこで,で自分の中に腑に落ちてですねそこからまたこう新たにですね、えー、自分の活動をこうしていくという形が結構あったり。うん 非常にこう今度の対談はこう楽しみちょっとね、あのー、1週間ほど、えー、道場がこうお盆休みということで、えー、1週間こうなくなる、だから2回分、えー、道場稽古がない状態になるんで、えー、ちょうどその機会を、時期にこう当ててですね、こうちょっと会ってでこう対、対談というかね、えー、そういうことをこうさせていただこうというふうに思っております。 はしたいんですけども、ちょっとそのお盆休みにこう行くということがこう先生がせっかくこうちょっとまあえふ、ー、のね稽古は毎日されるんですけども同情稽古がない時にこう何かこう僕が行くのもねこうどうかなというふうに。 思ってるんでねまあそんな気にしはらへんのかもしれないですけど僕はあのー「お願いします」と言えばまあ快く多分引き受けてはくれるんでしょうけどもまずはこう二見先輩からこうちょっとこうしていこうで二見先輩はさき先生にね、えー、ちゃんと、あのー、してからやぞとか言ってくれはったんですけどもまあ、えー、二見先輩からでいいかなというふうにちょっと考えてそれを一応言って。 で、こうやっていくということですね。だから、1週間後ぐらいになるのかな。うん。ちょっと、こう、しっかりとしたあれは、わかんないですけども。で、まあまあ、えー、まあ、4、5回、5回、6回、そのあたり分の、こう、インタビューをこうしていこうかなと。話の流れによってどうなるかわかんないですけど、一応、その空手のことは、聞きたいのその流れ、 その先輩のこうどういうそういう,こう物語じゃないですけどそういうのもちょっと聞いてみたいのとどういうことをこうどういうことをこう意識してこう空手っていうことをこうやっていけばいいのかとかあとこう若者ですねこう若いねこう学生の子らとかそういう人にこう。 なんか伝えたいこととかね、そういうことをこう聞いてみたいですね。で、空手言ったはったのは空手でこう勝負事というか勝ち負けだけでこうを教える道場であってはいけないっていうことはこう言っておられた。そんなことではなくて、勝ち負けだけでいくとですね、その負けた時にこうあまりこう何も残らない場合があるらしいんですよね。うん。その勝ち負けじゃなくてそのこうやってる毎日のその 鍛とというかか訓練とかねそういうことがこうえ大事であってその勝った負けたよりたまたまその時の状態の結果だけなんでそれにこう一憂一してっていうことで。 はないとうん、武道というのはそういうことではないということですよね。うん、基本的に武道っていうのはね、あのー、何かこう大切な人をこう守るというか,こうだから昔こう、まあ、江戸時代でも何でもねこう、えー、何かこうことが起こることがあるんですよねなんかこう命に危険が迫る時があると。 今はこう日本ではなかなかちょっと命の危険が迫ることっていうのはほとんどないと思うんですけどもその昔のそういう時代はね、えー、そういうことが多々あったと思うんですね。そそうういう時にですねその もちろんその武道剣,剣を、ね、しっかりとこうやってることによって相手身も身を守ることもできますしほんで自分の身を守ることだけでなくねその時いた子例えばこう自分の、ね、こう奥さんとか何でもそうですけども一緒にいた時にその相手がこう何人かいた時にその奥さんをしっかりこう家までこう無事に送り届ける状態というか、えー、家に戻す。 安全に戻す状態をこう作り出さないと逃げてもいいし何でもいいからこうえそのためにちょっとこう何もない自分にこう,こう心がないとですねそのその場でやられてしまって奥さんもこう殺される状態になる可能性があるんでねえそのためにこう武道をやってそこはこう相手が強くても自分もそれなりに訓練することによってですね、えー 逃げながらでもその守ることはできる形になるということですね。うん、それがこう武道のこう基本的なことかなと思うんですね。でもともとの始まりはこう中国ですよね。中国の,その権力者をえその僧侶というかね。 うん、寺お寺というかその中国のそういう僧侶がその権力者を守るためにこう開発していったとか身につけていったものなんですよね。でそれによってこう、えー、権力者、えー、その時の権力者を守る違う権力者がいて違う権力者がその、えー、自分が守るべき権力者とこう戦う状態になる時にその相,相手からこう身を守るためにこう武道を 作り上げてていってでそれをこう訓練して強くしていって相手が攻撃した時に勝てるという勝てるとか守るとかそういう状態ですね。うん、でそれがこう始まりそこからこう武道が始まっていってで剣,剣とかそういう武器を使ってのことが始まっていってでだんだんその言ったら戦争みたいな形になってくるんですよね。戦ですよね。うん でだから、えー、馬乗ってこういろいろやっていくっていう形になっていくる。でだんだんこう飛び道具ですよね、えー、鉄砲がこう発明されていってっていう形になっていってるんでしょうけどねだから基本的にはその、えー、武道っていうのはその身を守るというかね誰かこう大切な人を守るためにあるものということかなというふうにこう思いますんでね。 いやそれが根本にあって今こう武道を身につけていってっていうことですよね。うん、その辺のこう、えー、歴史も、ね、しっかりこう教えてもらったりしてるの先生にね。でそういうこともあるんでこう根本からこういろいろ理解して。 してくれてはる人が僕らに教えてくれてるっていう状態がねあるんでね非常にこうまあ恵まれた、えー、ところがあるかなというふうには思いますけどねということで今日はですね、えー、近日対談予定ですということについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃでいきましょうどうもありがとうございます